笹栗線は、福岡県加保郡桂川町の桂川駅から、福岡県福岡市博多区の吉塚駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。三群山地を笹栗トンネルで貫き、筑豊地域と福岡市を直結する路線である。2001年10月6日に電化され、鹿児島本線、筑豊本線と当線を合わせた黒崎駅。 オリオ駅の大型駅かつ川駅、吉塚駅博多駅間には、福北豊線の愛称が付けられた。全線が、本社鉄道事業本部直轄となっている。また、全線が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、福岡近郊区間、及び IC 乗車カード、守護課の、利用エリアに含まれている。また、一般向けリアルタイム列車位置情報システム、 どれどれ対応路線であり、福北豊た線若松線として一括提供されている。駅ナンバリングが実施されており、笹栗線は、福北豊た線として JC の路線記号が付けられている。全列車が、吉塚駅から笹栗線列車専用の線路を経由して、鹿児島本線の博多駅を、始発、終着としている。また、 地区方本線との境界駅である、桂川駅を発着とする列車は存在せず、桂川駅においては全列車が、地区方本線の新飯塚、能型方,方面と直通運転を行う。優等列車として、早朝、夜間に、能型博多間で、通勤客向け特急、海洋画に往復運転されている。線内の停車駅は、両端の桂川、吉塚のみで、 途中の駅は通過する。線内で先行の普通列車を追い抜くことはない。ワンマン運転を実施しており、快速列車が全線で、おおむね毎時2本運転されている。普通列車は、桂川笹栗間は、毎時1の2本、笹栗博多間は、毎時2の3本運転されており、筑豊本線の新飯塚博多間や、同線の能型、折を経て、 鹿児島本線の黒崎伊東へ直通する列車もある。ワンマン運転の列車は2006年3月18日のダイヤ改正後より全駅でホーム側のすべてのドアから乗降できるようになった。また2007年3月18日のダイヤ改正より、能型博多間は3両編成の列車もワンマン化され2016年3月26日の ダイヤ改正より817系の4両編成の列車もワンマン化された。ただし、3.4両編成の列車は、オリオノーガタ間で車掌が乗務する。秘伝家時代の1991年までは、博多発着と吉塚発着が混在しており、乗客には不便が強いられた。上り方面は、新飯塚、飯塚、ノーガタ、田川後藤寺、若松港の合間に、 区間運行的なささぐり港が入り、毎時1本程度の運行であった。電化後、使用車両は全て電車となっている。電車起動車国鉄非電化路線としては、最多形式の走行路線であり、実に多彩な編成で運行されていた。筑豊各線から合流した列車を増結し、最大重量を蘇生して博多口のラッシュ輸送に対応していた。主なものは、以下の通り、 筑前山手駅笹栗駅間を走る817、計2000番台電車笹栗線は、歴史的に、九州鉄道が、明治時代に、石炭輸送のために建設した吉塚笹栗間と、筑豊築地区と福岡市を結ぶ、短絡線として1960年代に、建設された笹栗桂川間に分かれる。吉塚笹栗間は、九州鉄道により1904年に開業した。 当初は、箱崎駅で本線に接続させる予定だったが、住民の反対により新設の吉塚駅接続となった。九州鉄道は、1907年に制定された鉄道国有法により、毎週、国有化され、1909年に、笹栗線の名称が制定された。一方、笹栗桂川間は、日本鉄道建設公団が工事を行い、 1968年に開業した新しい路線だが予定線としてはすでに1922年制定の改正鉄道不設法別表第110号に規定されていたものである。開業が比較的遅くなったのは途中の八木山峠に頂戴トンネルを掘削する必要があったためである。また、かつては西日本鉄道も北九州市と福岡市を 結ぶ路線の構想を持っていて、福岡市と飯塚市の間のルートは、現在の笹栗線のルートに沿っていた。桂川延長後は、福岡の近郊路線、また、福岡と筑豊を、従来の鹿児島本線、筑豊本線経由に比べ、短距離で結ぶ路線として発展した。黒原駅前にある、笹栗線開通記念九百六十八年開業当時の福岡県知事。 亀井光の記号。笹栗トンネル2001年には、全線が、筑豊本線の折を桂川間とともに電化され、福北豊川線の一部となっている。電化と同時に交換施設を増設しており、列車本数も増加している。なお電化計画当初は、第三セクター会社を事業主体として、電化とともに、吉塚笹栗間の複線化を行うことも、計画されたが、 財源の問題から中止され、その後 JR 九州の単独事業として、電化は行われたものの、複線化は行われていない。蒸気以外の駅は、JR 九州鉄道営業の業務委託駅である。線内に直営駅は存在しない。赤線、笹栗線、桃線、笹栗トンネル、例、博多駅、1から11、吉塚駅、桂川駅区間別の、 平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り、ありがとうございます。